ただいまより林大臣の定例記者会見を始めます。大臣お願いいたします。私からはございませんのでお願いいたします。それではご質問を受けします。指名を受けましたら社名氏名に続いてご質問ください。 NHK 岩沢さん。 NHK の岩沢です。防衛装備品技術移転協定について伺います。政府は昨日アラブ首長国連邦と防衛装備品技術移転協定に署名しましたが、UAE との間でこうした協定を結んだことの意義をどのようにお考えでしょうか。またこの協定は中東地域では初めてとのことですが、日本の安全保障の観点から協定活用への期待も合わせてお願いします。はい、昨日署名されました UAE との防衛装備品技術移転協定、これは防衛装備品および技術の共同研究開発生産並びに安全保障防衛分野におけます協力の強化のために、両国間で移転される防衛装備品および技術の取り扱いに関する法的枠組みを設定するものでございます。この協定は中東地域の国との間で初のものとなりますが、今後日 UAE 間で移転される防衛装備品および技術につきまして、第三国移転や目的外使用にかかる適正な管理が確保され、両国間のより緊密な防衛装備協力及び我が国の防衛産業の生産技術基盤の維持向上に寄与することになり、ひいては我が国の安全保障に資することがですね、期待をされると考えております。共同通信桂田さん。共同通信の桂田です。東京電力福島第一原発の処理水の関係でお伺いします。処理水の海洋放出計画をめぐって韓国の専門家らで作る視察団による現地視察が昨日終了しました。韓国国内ではこれまで放出に対する強い反発がありましたが、今回の視察についてこれによって韓国側の理解を得ることができたとお考えでしょうか。ご紹介を伺います。はい、韓国につきましてはこれまで局長級の説明会等の機会を通じまして、アルプス処理水の安全性につきまして科学的根拠に基づき丁寧に情報提供や説明を行ってきている中、5月7日の日韓首脳会談を踏まえて今般韓国専門家現地視察団による視察が行われました。視察団は5月22日に日本側と会合を行いまして、23日から24日まで東電福島第一原発を訪問をし、アルプス処理水の海洋放出関連施設を視察をしました。そうした視察の中でも日本側からは韓国側に対して丁寧な説明や情報提供を行ったところでございます。その上で25日には総括的な会合を行いまして、韓国側からの質問等に対して日本側から科学的根拠に基づく丁寧な説明を行いました。政府としては今回の韓国専門家現地視察団の受け入れ等を通じて引き続き高い透明性を持って科学的根拠に基づく誠実な説明を行い、アルプス処理水の海洋放出の安全性につきまして韓国国内における理解が一層深まるようにですね、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 NHK 岩沢さん。NHK の岩沢です。太平洋戦争中の徴用をめぐる問題について伺います。韓国で判決が確定した原告などのうち生存している当事者の一人が韓国政府の解決策を受け入れて支払いを受け取ることになりました。生存している当事者3人のうち支払いを受け取る意思を示したのは今回が初めてですが、大臣の受け止めを伺います。はい、3月に韓国政府により発表された措置に関しまして、韓国政府は原告の理解を得るべく最大限の努力を傾けていると承知しておりまして、今般の韓国外交部の発表、それはそうした中で行われたものというふうに受け止めております。それでは会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。